はい、どうもジョン・クロード・ライトとベキと山本です。さあやっていきましょう。はい、はい、お題をそれぞれ出していって、うん、はい、でそれに合う答えを想像して、うん、せーので答える、うん、で、はい、5回やります。それをということでですね、はい、まるまるといえばゲーム、はい、ということでやっていきたいと思います。5回やって、うん、一番ダメだった人は、うん、もうハリセンですよ。じゃあまあ世間一般からずれてる人を裁こうということですね。そういうことです。そういうことです。はい。もうリーチかわいい。もう例えば、うん、西遊記といえば孫悟空でしょ、うん、はい。だからみんな孫悟空って言ってるのに俺だけ佐五条って言ったら俺がアウトってことですね。はい、そういうこと。ズッキーからお願いします。はい、赤い食べ物といえば、ああなるほどね。意外とないね。俺ちょっと苦手だな。まあ、いろいろあるよ。ちょっとせーの、リンゴ。トマト。私トマト。トマト。リンゴ。はい。はい。マイナスポイント。じゃあ次、はい、私でいいですか。はい。やべえな。人気の犬種といえば、いきますよ。いい。いいよ。分かった。いいよ。せーの。トイプルアタックス。あれ。私チワ。私トイプードル。ミニチュアダックス。ただ、はい、これはカウントゼロ。でも妥当なとこ行ったと思う。まあでもみんな全部あるちゃんと。まあそうだね。うん、お菓子の、はい、メーカーといえば、ああ、はいはい。うん。いいですか？はい。せーの、明治。おお。揃っちゃったじゃん。揃っちゃったってことは、あれだよ。今3問終わったでしょ。ズッキーだからね。今のところあ、そうか、俺マイナス1かマイナス1か、うん、ジョン・クローズの名物企画といえば、なるほどね、はい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 、名物でしょ、掃除とかじゃなくて、うん、名物、うん、せーの、ヨーダズキッチン。え、ヨーダズキッチン、くすぐり、はい、勝手に名物にすんなよ。もし2人がそのままだったら、俺がお題を出し続けてサドンデス、サドンデスにしますよ。私がよく言う下ネタといえば、下ネタ、下ネタ、印象に残る下ネタ、あ、ヨークが言った印象に残った下ネタ、うん、はい、いいですか。はい、いいんですね。いいですよ。ここは全てピンがかかる可能性がありますが、いきますよ。はい、せーの。でしょうね。ですね。焼き魚といえば、あーなるほどね。これ結構分かれるよね。あー、せーの、アジ。何、アジ、サバ、鮭。あ、そう、そう来るかね。主な文房具といえば、せーの、ボールペン。くそ、ファック。確認しようか、うん、鉛筆、鉛筆、鉛筆。ボールペンって聞こえたよね。なんとかペンって、うん、パスゲームは、あ、でもゼッキーの方が威力あるね。バカ、いやいや、勝者がやるんですよ。いいよ、久しぶりにやりな。チャンネル登録よろしくお願いします。夜は静かに。